皆さんこんにちは。合格サプリ編集部慶応義塾大学法学部政治学科3年の小平です。今日はですね、慶応義塾大学に関する20の質問についてサクサクと答えていきたいと思います。慶応生はみんなキラキラしてるの？他の大学に比べて可愛い人、かっこいい人、おしゃれな人は絶対に多いと思います。東大とか早稲田のキャンパスに遊びに行った時に道を歩いてると、あ、やっぱ慶応ってキラキラしてるんだなって思いました。人数は 33,442 人もいるみたいです。キャンパスは何個あるの？慶応といえば三田キャンパスを想像しますよね。でも意外にも6つあるんです。1つ目、日吉キャンパス。ほとんどの学部の1年生が通う一番フレッシュでピッチピチのキャンパスです。2つ目、三田キャンパス。文系学部の3、4年生が主に通います。3つ目、理工学部の矢上キャンパス。実は最寄り駅が日吉駅なんですけど、15分くらい歩きます。4つ目、総合政策学部の湘南藤沢キャンパス。湘南にあるんですけど、やっぱりすごい広いらしくて、友達のストーリーとかでお昼休みにピクニックしてるのをよく見かけます。5つ目、医学部の信濃町キャンパス。一番慶応らしくないキャンパスですかね。病院が併設されてるのもあって、すごい厳かなキャンパスですね。6つ目、薬学部の芝共立キャンパス。行ったことないんですけど、薬学部の友達によるとすごい小さいらしいです。学園祭について教えてください。学園祭も意外に6つあるんですよね。でも一番有名なのはやっぱり11月の三田祭ですよね。三田祭ではいろんなサークルがバーって出店を出したり、すごいいろんなステージがあることで有名です。他にも7月に SFC キャンパスである七夕祭はみんなで浴衣を着て花火を見るらしいです。やっぱり慶応の学園祭といって外せないのは三田祭の前夜祭なんですよ。三田祭の前夜祭は毎年パシフィコ横浜を慶応生が貸し切って有名なアーティストを呼んでライブをするんですけど、去年はミセスグリーンアップルでした。めちゃくちゃ豪華なんですよ。内部生は多い。慶応は付属校が小中高ってたくさんあるので、やっぱり他の大学に比べたら内部生は多いです。私のいる法学部政治学科は内部生に一番人気の学部らしくて、特に内部生が多いです。お金持ちばっかり。幼稚舎出身の同級生は桁違いでお金持ちですね。誕生日プレゼントが外車みたいな感じの友達とかもいます、サークルは多い。早稲田に比べたら少ないんですけど、でもそれでも公認学生団体だけで400以上もあります。慶応は体育会の活動が盛んで、キャンパスを学ランを着てる人たちが歩いてるんですよ。それが体育会生なんですけど、最初は不思議だなって思ってたんですけど、もう慣れちゃいましたね。男女比は法学部は半々で一番バランスがいいって言われてます。学部によって違くて、経済学部、商学部、理工学部とかは 7-3 で男子の方が多いみたいです。文学部は 1-2 で女子の方が多いみたいです。学食は美味しい？私は美味しいと思います。その場で学食のおばちゃんが炒めてくれるホイコーローが超美味しいんですよね。美男美女はいますか？たくさんいます。ミスターコン、ミスコンはめちゃくちゃ有名ですよね。日吉キャンパス近くのおすすめのランチ場所は、ドマーレが大好きです。安くてコスパが良くてめちゃくちゃ美味しいパスタ屋さんです。ぜひ行ってみてください。日吉キャンパスの印象は、ワイワイガヤガヤ、ザ大学生みたいな、ザ大学のキャンパスって感じです。例えば外ではウォークメンっていうアカペラサークルが歌ってたり、学食内でダンスサークルが踊ってたりしますよ。日吉キャンパスは綺麗。校舎によるんですよね。新しくできたとこは本当にピカピカですね。もちろん古い校舎もあるので、古い教室での授業はテンションがちょっと下がりますよね。どこで勉強するの？メディアって呼ばれる図書館が多いですかね。で、それが空いてない時は Wi-Fi があるカフェとかで勉強してます。授業はどういう風に受けるの？基本大人数で500人単位の授業とかも平気であります。でも学部によって違うみたいで、やっぱり文学部とかは10人単位で受ける授業もあるみたいです。浪人生はいる？体感でちょくちょくいます。正直浪人生だからどうとかそういうのは全くなくて関係ないです。どこでよく遊ぶ？日吉キャンパスは渋谷から1本東急東横線で15分ぐらいなんですね。だからその間にある渋谷、中目黒、代官山、自由が丘とかが多いですね。2限4限の間とかで3限空き駒の時に自由が丘にランチしに行く時とかもあります。慶応生に多いバイトは、私の周りはカフェと塾講師が多いです。でスターバックスがやっぱり多いかな。慶応のゼミは入るのが難しい。基本2年生の終わりにゼミ試験っていうのがあって、それに受からないと希望のゼミには入れないです。法学部、商学部とか経済学部は定員が 6-7 割なので、人気のゼミは結構倍率が高いですね。で文学部の友達によると、文学部はほぼ全員ゼミに入るみたいです。
就職が有利？有利って聞きますね。っていうのも、三鷹会っていう OG OB がいる学閥があって、やっぱり慶応は OG OB の数が多いんですよね。一つ前の質問と関連するんですけど、有名なゼミに入った場合、面接とかでそれを言うと、あ、〇〇ゼミね、みたいな感じで、面接の時に有利に評価されることもあるみたいです。はい、いかがだったでしょうか？もし他に気になる質問したいことがあったら、ぜひコメント欄に書いてください。合格サプリ編集部の慶応生がお答えします。どうだったかな？在学している生徒の人数が多い分、多種多様な人材が集まる学校なことが分かったよね。実際に慶応に通っている先輩の話を聞くことで、君の受験勉強のモチベーションにつながったなら嬉しいな。今日の授業が面白いと思った人は高評価とチャンネル登録をよろしくな。他にも合格サプリではウェブや公式 LINE で受験に役立つ情報を発信しているから勉強の参考にしてくれ。それじゃあまた次の授業で会おう。